静か御前の浄化昇天を見届けた覇王丸。崩壊する空間から抜け出し、最初に目にしたのは辺り一面に咲き乱れる美しい桜だった。彼女を弔うがごとく酒を傾け、覇王丸は彼女が最後に残した桜花爛漫を味わうのである。静か御前が引き起こした災禍より数ヶ月、剣豪の噂話を耳にし、覇王丸はとある町を訪れた。後にこの出来事を語った町人曰く、彼の目の奥では尽きることのない闘志が炎のごとく燃え上がっていたという。覇王丸の旅路は終わらない。侍として、男として、その手に真の最強をつかむまでは。武士道とは死ぬことと見つけたり、修羅道とは倒すことと見つけたり、我、悪鬼羅刹となりて、目の前の敵すべてを斬る。